韓国政府は国内の反対の声を受けて福島第一原発に専門家を派遣し、処理水の海洋放出について検証を行いました。そして今日、国際基準に合致、韓国の海域への影響はほとんどないとの検証結果を公表しました。韓国の国内でこの今のその処理水っていうのがどう受け止められているのかっていうのを率直にお伺いしたくて。韓国で焼き鳥店を営むソク・テジュンさんと、韓国に留学経験を持つ佐川隆二さんに話を聞きました。どうって話題にならないです。まずちゃんと浄化されてるって報じてるじゃない。個人的には時間の問題かなと思いますけどね。友人との会話で処理水が話題になることはなく、影響を心配して塩を買い占めといった報道があっても、即さんの周りで買い占めは起きていないといいます。一方、佐川さんが猪苗代町で営むゲストハウスに韓国から訪れる人は、他の国に比べてごくわずか。2人は福島が知られていないことの方が問題だと考えています。観光地だったりとか、福島のこと自体を知らない人が多いから、それでなんかもっと別に興味を持たないじゃないですかね。福島の文化を発信できるような場所が韓国内にできれば、少しは変わっていくのかなと思いますし、まずはどんどん情報を出していくことだと思いますね。IAEA のグロッシ事務局長は今日韓国へ移動し、 IAEA がまとめた報告書を説明することにしています。